フルネームを教えてください。はい、鹿内花です。出身中学校、出身道場なんかがあれば。はい、霞ヶ浦中学校出身で、文部館で勤労していました。中学生時代の実績とかなんか、どういうものがありますか？中学生の時は、最後の総体で県大会2位で関東大会に出場しました。この岩瀬日大高校、進学を決めた理由、きっかけっていうのはどういったものがありますか？はい、自分のお父さんがもともと岩瀬日本大学高等学校で斉藤先生から剣道を教えてもらってて、そのつながりで高校の見学に行ったんですけど、その時に先輩がすごい明るくて優しくていい雰囲気だったのと、あと斉藤先生のあの練習を見て、岩瀬日本大学の一人一人の技とかを高める剣道方針に惹かれたので入ろうと思いました。つい先日、インターハイ予選ですね、結果的に2位という結果でしたが、どう感じますか、その結果について。自分は準決勝と決勝とどっちも負けてしまって、それで回してしまったんですけど、仲間が必死で取り返してくれたので、すごい安心感というか嬉しさを感じて、で後で試合も見返して中で、自分なりにしっかり攻めて前向きに剣道ができていたように見えたので、後々考えてみればすごいいい結果で終われてよかったなと思います。部活動に関してはもう引退という形なんですかね。そうです。はい、3年間この剣道部で活動してみて、どんな思いがありますか？自分たちの代はすごいやる気がすごくて、朝練とかもめっちゃなんかいっぱいたくさん運動量をやったりしてたんですけど、でも周りの仲間がみんな一生懸命お互いアドバイスとかし合ってやってきたので、すごい剣道が今までやってきた中で一番好きになって、すごい楽しい思い出ばっかで、毎日剣道をやってよかったなっていう風に思えたことが一番嬉しかったです。これからの目標なんかあれば教えてください。はい、これからは自分は一旦剣道はお休みして大学受験とかやっていくんですけど、勉強をとにかく今まであまりやってこなかったので、それ以上にもうとにかく勉強に熱心にしたいなって思ってて、でとりあえず大学決まったらまた道場とかに通って剣道をやってきて、でその自分のやりたいこととかも徐々に見つけていきたいなと思っています。はい、ありがとうございました。